今日は銀座で飲みます。ただし鹿沼市センターに来ました。秋祭りセンターだって。今日から解禁。3年3ヶ月ぶりの酒です。どうですかね、3年ぶりどれ飲んだらいいですかね。とりあえずジャズベリーがいいと。じゃあそれでお願いします。いや久しぶりのどう。3年3ヶ月ぶり。あわあわしちゃった。激うま。皆さんもセンターで飲みましょう。3年3ヶ月ぶり超しみる。すげえうまい。酒ってこんな飲みやすかったっけ。これね、ジュースみたい。ジュースみたいだね。フルーツジュースみたい。うん、すごくうまい。うまい。3年ぶりのアルコール1杯ですっかり酔っ払ってしまいましたので、ロックンウォールコーヒーロストさんのコーヒーで酔いざましといきます。私の生活インフラなコーヒー屋さんです。壊れる前に手元を取らせてもらったのかちょっとフラフラし始めてる。ありがとうございます。ロックンウォールコーヒーローストさんは普段あぜ道のカウンターでもドリップしてくださいます。すごく美味しいんです。個人的に鹿沼のお土産としてロックンウォールコーヒーローストの豆を持ってったりしてます。ぜひお試しあれ。お恥ずかしい話ですが、もうすっかり酔っ払ってしまいましたので、お祭りの様子はダイジェストでお送りしております。映写機とかも超かっこよくて、こちらのような懐かしの資料も見れて大変満足な時間となりました。貴重なお話もたっぷりです。ライブ感がありました。内容は全編伏せときます。楽しかった。お祭り見れてよかったね、みっちゃん。なんかいいイベントだ。センターすごいな。いい場所ができた。で2軒目行きます。楽しいね、みっちゃん。こんなわけでお酒を飲めるようになった初日、2軒目チル益子屋さんです。ね、どうぞ、お願いします。どうぞ。ありがとうございます。ドリンクこんな感じ。自分で血液してるように全部。ノンアルはこんな感じ。今何久しぶりのお酒だから、まあビールだね。生ビール、いいね。久しぶりの生、いただきます。久しぶりのビールはうまいよ、やっぱり。最高ですね。今日のお通しです。骨付きウインナー。これビールにめっちゃ合うんじゃない。うん、うまいや、ボリュームすごいね、このおサラダ。タコスミとかたっぷりだ。すごい、ボリュームすごい。今日はいいんですよ、タコスミいくらって書いてる。めちゃめちゃボリュームがある。このタコスミートから何から、めちゃくちゃうまい。マスコさん、マスコさんのさ、コスケすごい量だよね。すごい満足度ある。万博だね、ライブ量は。俺も中二病でも仕事をしていたこともちろんで店に言わない。マジすげえうまいんだけど。一応サラダだから、うん、少ないね。炭水化物って書いてるんじゃ最高にいいんじゃない、これ。
タンパク質すごい取れるよ。うまっ。イメージとしてはオールライスの下の米の代わりにキャベツになってる感じ、ね、今日はね。下の野菜は多分キャベツがさっきおっしゃった感じだと多分普段は違うかもね。なんかレタスだったりするかもね。レタスだね。レタスね、うん、美味しい。すごくいい。ヘルシーかもしれない。ヘルシーかもしれない。マジで最高なんだ。来週の随伴の配信も楽しみだね。落ち着くって感じだよ。これはいいわ。野菜だからすごい入る。うまっ。じゃあすごいよこの段取り意識。いいですか切って。あ、もちろんお願いします。いや、いいね。おいしそう。これがマスコ屋さんの自慢のタンドリーチキンだ。中古商売で800円から右に行ってます。めちゃくちゃいい香り。うまっ。うまいよ。ビールはこれで最後にしてきます。ありがとうございます。どうですチキン。すげーうまいです。ちょうどいい辛さ。うんうん、辛さたまにブレるんで。あ、でもそれもまだ味だよね。こうやることしかできない。680円とかできる。すげーありです、ね、まずいな、これ。タンドリー。大きな方ですよ。すげーな、取らなきゃ。みっちゃんが飲んでるのが、これが沖縄琉球レモンサワー。琉球レモンサワー。普通のレモンサワーもあるんですけど、とあと樽生のレモンサワーもあるんですけど、これは多分焼酎ベースなん、あ、焼酎じゃない、泡盛ベースなんじゃないか。マスターのあれだね、沖縄土産だね。おいしい。まろやか。いいね。お野菜たっぷりでいただけるところがまたさ。ごちそうさまでした。美味しかった。3年3ヶ月ぶりにお酒を解禁したんです。やっとメタボリックが治ったんですよ、俺。頑張りましょう。ありがとうございます。泣いちゃった。3年3ヶ月ぶりに。飲酒解放で。てめえ。ありがとうございます。美味しい。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しい。今日は歩きだった。すいません、本当にありがとうございました。いやいやいや、本当に、なんかいろいろお気遣いありがとうございます。楽しければいいじゃない。みっちゃん、美味しかったね。ああ、満足満足。楽しかった。なんか聞いた、久しぶりの酒場の出来事。ね。楽しかったね。また遊びに行こう。じゃあおやすみなさい。さすがに静かになってるね。うん、隣にお客さんいるってね。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。他にも栃木の動画いろいろ上げております。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお目にかかりましょう。またねー。